びっくりした。久しぶりにお前のこと見たからびっくりしちゃった。ちょっとちびりそうになっちゃったじゃん。やめてよ、いきなり出てくるの。お前に何度泣かされたことか。お前のことはぶん殴ってやる。お前のことはな、絶対に許さないからな。お前がいるとなんか、お前のこと結構好き。マンシング癖がありますから、こういう時にね。いつ何時でも敵が怖いということは、ちゃんと心得ておかないといけない。一発で倒せるようになっても、なぜならこやつは一発で倒せないことがあるから。マンシンはいけない、いけないよ。マンシンで悲しい思いをしたことが何度もあるから、マンシンはしてはいけない。痛かった。今日は私は社長に言われたんだ。ルイならクリアできるよって。ルイの楽しみにしと言われたんだ。だから絶対クリアするんだから。失礼しました。すみません、皆さんの顔にくしゃみをしてしまいました。唾がべちゃべちゃに飛んだかもしれませんが、失礼しました。帰ってきたー。あなた、お帰りなさい。無事でよかった。本当にそう、本当にそうだよ。ねえ、あなた開けてみて。いや、ねえねえが開けてもいいんだよ。じゃあ、開けますよ。あ、音楽が降り注いでいる。あなた、ついにやったのね。幸せの箱を手に入れるなんてこうしちゃいられないわ。すぐに新しい店を開く準備。え、あなた、みんなに知らせたらすぐに店のぬ、早い、早口すぎる。え？あ、エンディングだ。これがチュートリアル？嘘おっしゃい。トルネコ殿おめでとう。ちょっと目をつぶって。え？え？ちょ、やめてくださいよ。うちにはネネという、ネネさんには内緒。やめろよ。なんちゅうことを教えてるんだ。子供をやるんだぞ、このゲーム。さあ、行きましょう。あ、いいね。あ、ピースしてる。ガッツポーズとピースしてんじゃん。欲張りだね、トルネコ。え、ピースの仕方幅広いな。すごいよ。フォークボール持てちゃうよ、これ。このままリセットをするしかないのか。え、本当にリセットしていいんですか。本当にいいんですか。でも、あなたのことだからまたすぐにダンジョンに行っちゃうんでしょうね。ふふふ。もしまた冒険に行きたくなったら声をかけてね。私頑張ってお弁当作っておくから。待てー待てー、私のドラゴンキラーと。待てー、ちょっと待って。ハラヘラズの指はどこ行った。待てー、どこ行った。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。私のどこ行った。ちょっとさ、コメント欄で喧嘩するのやめてくれる。コメント欄で喧嘩するのやめて。私が何も言ってないのに。え、なんか赤くなってるよ。ねえ、まずい。ねえ、まずい。
カエルの絵？カエルの絵？積んだ、積んだよ。別にいいし、何も欲しいもんなかったから別にいいし。え、面白い。あー、それは。おい、ゴースト来すぎだろ、どう考えても。ふざけんな。実はさ、幸せのさ箱とか言って、もう鬼畜の箱なんじゃねえか、あの箱。実はさ、幸せの箱なんてものはなかったんじゃないか。おい、トルネコ騙されてるぞ。あれ、幸せの箱注文じゃないぞ。みんな騙されとる。誰に紹介したん？こよりとクロエ。こより買ってた。さすがだわ、こより。いや、こよりにマジ合ってると思う。あ、なんならね、本当にクロエにも合ってる。ローグライフっていうか、なんかダンジョン系好きだしね、合ってると思う。え、マジでチュートリアルだったじゃん、あれ。全部分かった上でのゲームです。そりゃチュートリアルって言われるわけだわ。ここからが本当のトルネコの大冒険。このゲーム最強に面白いんだけど。何？こんなんハマっちゃうよ。って、何が書かれてるか分かんないんだもん。あ、やばい。はい、もう終わったかもしれない。終わってなかった。私にはまだ生きる。あああぶねえ、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 ラッキーすぎる、ラッキーすぎるよ。これは何だ。どうにかなれいや、これちょっとさ、練習してきていい？ちょ、練習してくるわ、次回までに。これ動画見てきていいか？ちょ、動画見てちょっと勉強してくるわ。座学してくるね。ちょっとおもろすぎるこのゲーム。あ、来週かな。一回クリアしちゃったから、これで配信終わったらちょっともう一回ね、申請なさないといけないから、来週できたらやります。ちょっとトルネコ2もやりたいし、試練もやりたいのよ。そう、試練もやりたいね。え、ちょっとどれやったらいいかを、シャッチョに聞いてくるわ、試練は。え、ちなみにトルネコ2はね、もう買ってある、買ってあります。なんなら3も買ってある。もう2も3も買ってある。で、トルネコは、まあ、やっていきたいかな。マジでね、トルネコ面白いわ。これはもう、スタジオ行った時にみんなに勧めちゃうね、もっと。もっといろんなホロメンに勧めちゃうわ。トルネコやった方がいいですよ。トルネコやった方がいいですよ、ボットになってくるわ。Ha ha ha.